アイテム番号 SCP-433JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-433JP はサイト8181。大規模オブジェクト収容倉庫内に収容されます。SCP-433JP 内への侵入時の人選には、同性のみとすることを原則としてください。いかなる場合であろうと、男女2名のみで侵入することがないようにしてください。SCP-433JP-A 及び SCP-433JP-1 群は動物用オブジェクト収容ケージ内にて保管飼育され、担当を希望する C クラス以上の職員が世話します。SCP-433JP を使用しての実験は、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可が必要です。追加事項 SCP-433JP-1-A と2000年月現在 SCP-433JP-A と0102人は現在通常の社会生活を送っているため、財団フィールドエージェントがこれを監視してください。説明 SCP-433JP は日本の教育機関などで一般的に使用される体育倉庫の形状をしており、年前の大規模改修以降、東京の都立高校で人語を下する野良動物の目撃例が急増しているという噂が財団の興味を引き、フィールドエージェントの潜入捜査を経てオブジェクトの発見に至りました。施工業者は判明しておらず、目下調査中です。現在 SCP-433JP は、カバーストーリー、緊急耐震化改修工事、を適用の上、サイト、8181、大規模オブジェクト収容倉庫内に移築されています。SCP-433JP は、哺乳類、鳥類、あるいは爬虫類、両生類動物がオメス2体のつがいとして内部にいる状況で扉に施錠されると、内部のつがい、SCP-433JP-A にして、歯突発的に性的興奮を弱気され、つがいの相手との生殖行動に入ります。これまで確認されている例は、犬、猫、ネズミ、カエル、トカゲ、ヤモリなどが挙げられます。SCP-433JP-A の子は SCP-433JP-1 に指定されます。SCP-433JP-1 は多産種であっても必ずその中の一体だけが異常性を持ちます。SCP-433JP-1 は、いかなる種の生物であろうとホモ、サピエンス種での一言語、日本語を話すことが可能となります。これまでの解析で SCP-433JP-1 群の脳の構造に微妙な変化が見られることが確認されていますが、現在まで人語の発生期間を持たぬ SCP-433JP-1 たちがどのようにして日本語を発音しているのかは不明です。現在までで数十体の SCP-433JP-1 個体が財団によって確保されており、調査によって SCP-433JP の異常性が2世代にわたって遺伝することのない性質であることが確認されました。追加事項、未収容事案 433JP-1 と01学校関係者への追加調査によって、年前に男女性と2名が SCP-433JP 内で性交渉を持ち、出産をしていたという事実が判明しました。当該の新生児、SCP-433JP-1 と1にして、歯産婦人科医院で行方不明となっており、生存していれば現在、歳です。SCP-433JP-1 と1には、通常の胎児と異なる特徴、削除済み、削除済み、などが確認されていました。SCP-433JP-1 と、01の所在は現在も不明であり、財団フィールドエージェントによる調査が継続中です。インタビューログ、4331、日付2000、年、月、日。対象、SCP-433JP-1、い、01、柴犬、オス。インタビュアー、エージェント。吹き、サイト、81。
内の動物系収容ケージ内にて記録。エージェント。他初期収容に参与したエージェントの一人です。録音開始 SCP-433JP-1-2-01 がエージェントの目の前に座る姿勢をとる。エージェント、こんにちは。SCP-433JP-1-01。SCP-433JP-1-01、チワッス。ここでの生活には慣れましたか？まあね。早速質問ですが、あなたはなぜそのように高い知能を持つのですか？知らない。あんた自分がどうして知能を持ってるのか知ってんのか？私にもわかりません。でも、あなたは人間とは違う形で知能と言語を得たのではないのですか？さあ、知ったことではないね。犬は犬なんだ。あなたは本当に犬なのですか？あんたには俺が何に見える？柴犬です。そういうことじゃないのか。録音終了。終了報告書。SCP-433JP-1 自身は出自について何も感知していないようです。SCP-433JP-1-1 はかなり古い個体で、日本語によるコミュニケーションもかなり上達しているように見受けられます。インタビューログ4335、日付2000年月日、対象 SCP-433JP-1 は03日本トカゲメッス。インタビュアー研究員付記サイト81内の小型動物オブジェクト収容ケージ内の水槽にて。録音開始。研究員、こんにちは。SCP-433JP-1、は、03。SCP-433JP-1、は、03、こんにちは。今日は見てもらいたいものがあるんです。研究員がエージェントの写真を取り出してみせる。あら、カナヘビ、今度のご飯の話？いえ、そういうわけでは。このカナヘビを見たことは。ないね、一度も。それにな、あの倉庫の中にはカナヘビはいないんだわ。そうですか、ありがとうございました。録音終了。終了報告書、エージェントの起源が SCP-433JP という仮説は誤りであったようです。勘弁してほしいわ。エージェント。調査は続けていく所存です。研究員。要セキュリティクリアランスレベル3。アクセス承認。あなたのアクセスは検閲課によって記録されます。SCP-433JP-1 と01に関する追加報告。日付2000年12月。日、組織防衛担当による日本生類創建施設への突入作戦により、SCP-433JP-1 と01が確保されました。SCP-433JP-1 と01は7歳の少年であり、外見上通常の人間との相違点はありません。しかしその知能レベルは平均的な7歳男児と比しても明らかに高く、SCP-433JP の影響によるものと思われます。研究チームによる研究の結果、SCP-433JP-1 と01の脳髄は通常の人間よりも 13% ほど体積が増加していることが確認されました。SCP-433JP-1 と01は発見当時精神状態が著しく不安定でした。日本生類創建による実験によるものではないとかと当初推測されましたが、研究施設内に残された実験記録には日本生類創建による SCP-433JP-1 と01拉致の時点ですでに著しい鬱状態にあったことが確認されています。サンプル HS-10987 には人間だけでなく生物全般への強い警戒心が見られる。サンプル HS-10987 にはいわゆる胎児記憶が存在するようだ。
催眠実験の結果を鑑みると、系統発生に関連される一種の夢を見ていたのではないかというのが大方の研究者が支持する内容だ。一体何者がこの子供にかような知性を与えたのか。それが問題になるだろうと私は思う。施設内に残されたメモ書き、現在 SCP-433-JP-1 と01の精神状態はとても安定しており、サイト81内の更生施設で生活しています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。